ほら。ほら。今日は2つのできるっていう単語を紹介します。ポデとコンセギ。ポデイコンセギ。そう、この2つの単語はどちらもできるって訳すことができますが、ちょっと違いがあります。2つのフレーズを紹介します。私は運転できます。まずポデを使うと Eu posso dirigir。 Eu posso dirigir。 そして conseguir を使うと Eu consigo dirigir。 Eu consigo dirigir。 この2つの文章どちらも私は運転できます、ですが違いがあります。まず Eu posso dirigir は、例えばどっかに買い物に行こう、誰が運転する、ブルーの運転してくれるって言った時に、あ、いいよいいよ、Eu posso dirigir。 うん、そういう感じ。 Eu consigo dirigir は、例えばブルーの運転できますか、Você consegue dirigir。 なんかブルーのってあんまり器用そうじゃないけど運転できるのって、ブルーのが Eu consigo dirigir、 運転できるよ、まああんまり得意じゃないけど頑張れば運転できるよみたいな、そういう能力っていう感じかな。 Posso dirigir は可能性かな、能力っていうよりかは。あと一つ、普通は知るという意味で使われる動詞サベですが、できるという意味合いも持ちます。頑張ればできるという意味のコンセギと違い、一般的にそれができる能力があるという意味なので、今回の例文だと免許があるというニュアンスになります。 Você sabe dirigir? Eu sei dirigir。今日はそんなところでね。じゃあチャウチャウしましょう。じゃあね、チャウ、ベージョー、チャウチャウ。